皆さんこんにちは。本日は野心家に2タイプあり、自分軸の野心家のすすめというテーマでお話をしてみたいと思っています。最近ですね、非常に面白い本を読みました。2冊ありまして、1つがですね、林真理子さんという小説家の野心家のすすめという書籍ですね。これは小説ではなく、ちょっとしたなんていうかエッセイというか自己啓発的な書籍ですね。講談社新書から出ております。もう一冊は西村健太さん、これも小説家ですね。こちらの一小説家の読語、一小説家の読語、独り言と書いて読語ですね、というこれは実習エッセイですねということになります。この2人の書籍をですね、まあ、偶然にもですね、一緒になって読みまして、非常に面白いなと思ったところがあると同時にですね、共通している部分と相反する部分があって、まあ、時代がですね、四半世紀ずれた違いを持ったお二人の小説家なんですけど、そこの何か対比とかね、そういうものが浮かび上がってきて非常に面白いなというふうに思ったということです。2人ともですね、私は個人的には比較的好きな作家さんで、それぞれいろんな小説を出されているんですけど、数冊ずつ結構読んで、読まさせていただいているということになっております。林真理子さんはね、もちろん超ベテランの作家さんで、もう長いこと活躍されているんですけど、比較的初期のですね、小説が好きで、あのファニーフェイスの死というですね、小説が非常に好きで何度も読み返したという記憶があります。1960年代の若者のカルチャーというかね、そういう、まあ、カウンターカルチャーというか、まあ、そういうようなあのクリエイターとかね、作家さんとか、ミュージシャンとか、そういう人たちが原宿とかに集まってですね、そこでこう独自のカルチャーとか、人間関係とかね、そういうものがあって、まあ、実際にですね、活躍した例えば篠山紀信みたいな人とかね、そういうような感じのモデルっぽい人がいて、多分この人を想定して作ったんだろうなというような人がたくさん出てきてですね、まあ、もちろんそれリアルな話じゃないんですけど、そういうような、なんていうかな、現実の60年代のカルチャーを思わせながら小説として、フィクションとして作っているという仕組みがあってですね、非常に面白かった小説ですね。何度もお世話になっているという感じですね。まあ、本当に青春群像みたいな感じですね。で、これと違ったですね、今回はい読させていただいたのは野心のすすめという小説なんです、書籍なんですけど、これはですね、小説家であるところの彼女にしては比較的珍しいエッセイというか、まあ、初期の頃はですね、ルンルン買ってお家に帰ろうというエッセイでヒットしたというか世に出たという形なんですけど、もうここ数年はずっと小説家としてやられていて、そういう意味ではですね、このエッセイというか自己啓発書的なノリということで、林真理子さんの金作としては珍しいんじゃないかなという感じで、まあ、若者へのこうメッセージですね、今の若者はどういう感じで、どういうふうに生きていけばいいのかというようなことをですね、アドバイスしているという感じですね。まあ、1980年代に青春を送ったこの林真理子さんの世代という人たちから見た、2000年代にですね、2000年代以降に青春を送っている人たちから見たアドバイスというか、そんな感じですね。まあ、肉食系というかね、そういうような感じでガンガン言っていた林真理子さんが、まあ、装飾化してきている若者に対するですね、もっと野心を持ちなさいよというようなこう発砲をかけるみたいな部分が結構あってですね、まあ、なかなか面白いなというふうに思ったというところですね。まあ、林真理子さんは本当、まあ、若い頃から、20代ぐらいからコピーライターとして成功して、世に出て、もう本当若い頃から成功されているという感じで、それから正統派な小説家として階段を上っていってどんどん成功していたというような感じですね。まあ、マスコミの中の寵児という感じですね。そしてそこからどんどん本当に頭角を現していったという感じなんで、マスコミと非常に相性がいいというかね、マスコミ的な価値観とか、女性周回主的な価値観というようなものが非常にこう相性がいいというか、まあ、そこに中にかなりエネルギーを注いで生きているという感じですね。ですからそこから外れた観点とか価値観とか考え方をですね、あまり理解するタイプではなくですね、まあ、自分がこう突き進んで社会的な
まあ、社会ってもいろいろとあるんですけどね、マスコミとかがこう推奨する社会的な価値観に向かってこう爆心するということを、まあ、あの旨として生きているようなタイプの感じの方だと思うんですけど、まあ、そういう部分がですね、昔の小説とか昔の中のエッセイとかを見て、あ、相変わらずだなと、久しぶりに読んで相変わらずだなと思ったという感じですね。で、対するですね、西村健太さんという小説家さんは、まあ、あのこの方もですね、2011年に芥川賞を取って、そして文壇にデビューした、もうこの時点ですでに40代半ばという感じで、賞を取ったのは結構遅いという感じなんですけどね、この方も私個人的にはとても好きな作家さんで、林真理子さんが1954年生まれ、西村さんが1967年生まれということで、23歳、約四半世紀の年の差があるということですね。ちょうどですね、1990年代80年代の終わりから90年代頭まで このバブルですね、がなんていうかな、その真っ盛りに生きたのが林真理子さんで、そのバブルが終わった頃からですね、日本が、まあ、徐々に下降線をたどっていくと、まあ、いうような時代に若者として生きたというのがですね、西村健太さんと、一人はマスコミの長寿としてどんどんこう取り入られていられてね、世の中のこう階段を上っていくと、華々しく上っていくと。西村さんはですね、まあ、ちょっと父親がいろんなあの若い頃にこう子供の、ね、西村さんが子供の頃にトラブルというか犯罪を起こしまして、まあ、学校にいられなくなって中卒でですね、一人暮らしをしなくちゃいけないというような状態になって、そして肉体労働をずっとやっていたと、20代中盤ぐらいまでずっとやっていたということでね、まあ、孤独でお友達もあまりいなくてですね、貧しい若者ということですね。で、まあ、あのこれが本当に全く逆でですね、西村さんはお酒が好きでね、そして、まあ、あの女の人とかもなかなか付き合えないということで風俗が好きで、そこに行くのを楽しみに生きていて、あとは、まあ、古い小説が大好きでね、古本屋とかに行って、自分の気に入った作家さんの小説を集めたりとか眺め回すというようなことが大好き、あとはちびりちびりと酒を飲むというような、まあ、比較的こう地味な、林さんと比べるとかなり地味な人生を送っていた人ということになりますね。この辺がですね、同じ小説家でも全く違う部分でですね、そして、面白いなと思ったんですけど、これもね、一種、まあ、直木賞作家と芥川賞作家の違いというとちょっと大雑把すぎると思うんですけどね、まあ、ベストセラー作家と新小説作家の違いというか、そういう部分が見て取られたというところがありますね。まあ、共にですね、まあ、もちろん魅力的なチャーミングな作家さんなんですけど、なんていうのかな、林さんの場合はですね、まあ、彼女の小説を読んでもちろん面白いんですけど、まあ、文体が面白いとかね、その人の世界観を面白いとか、その人のなんていうか生き様とか生きているものが面白いというんではなく、やはりね、その時代その時代に今流行っている風潮とか主流になっている考え方とか社会問題とかね、そういうものをきっちり取材してされてですね、で膨大な量の、まあ、資料とかをいろいろとこうたくさん集めて、そこからこうストーリーを物語を構築してですね、いろんなあのアイデアとかストーリーを組み合わせて、そしてストーリーにしていくと、ですからかなりジャーナリスティックというかね、その時代時代に合ったですね、テーマを見つけて、それをですね読者にこう提供していくという感じでですね、まあ、非常になんていうかな、あの研究熱心とか努力家というような感じでですね、なんていうかあの再起間髪とかね、頭のいいという頭がいいって言ったら失礼ですけど、ね、いろんな頭の良さがあるんですけど、まあ、この才能とか、ね、センスというよりは、まあ、あの私の個人の感覚ではこう努力家とか、ね、研究熱心という部分があって、非常にこう努力家だなという感じがいつもしているという感じですね。若い頃のエッセイとかはまあ別なんですけどね、そういう意味で言うと本当に同じような年代 あの小説家で中村うさぎさんという人がいるんですけどね、この人はなんていうのかな、あのここまでなんていうか、あの実際的なこう資料とかそういうデータとかを集めて、社会問題とかに食い込んでというようなことではなくてね、自分が買い物中毒だったり整形、依存症だったりというようなあのものをですね、まあ、自分でこう吐露しながら自虐的なこうストーリーを練っていくという部分でですね、非常になんていうか文章とか読ませ方とか文体とかが面白くてですね、そういう意味で言うとやっぱ文体の面白さというよりは、あの林さんはですね、努力家の
優等生というかね、真面目な作家さんだなというような感じがしましたね。でもその内面はですね、先ほども言いましたように、この80年代的な感覚というかですね、マスコミで良しとされているものを自分も素直にこう受け止めてですね、マスコミがいいと言っているものと自分の価値観が非常にこうバッチリあってですね、ですからこう 女性週刊誌的ななんていうかテーマというかね、そういうものがあって、だからまあそれなりにこう女性に受ける率が高いのかなというふうにも思うんですけど、逆に言うとね、私みたいなこの男性であって、またあまりね、そういうマスコミとかの情報とかを見ない人間から見ると、なんかちょっとね、そのマスコミの価値観とかに染まりすぎてるかなというようなところがあって、そういう部分ではね、ちょっとこう食い足りなさというか、そういうものを感じるところがあるという感じですね。で、西村さんはね、その全く逆でですね、完全なやっぱりこう私小説家ということでね、まあ、本当にね、自分の世界という感じでですね、そこからこう出た世界には一歩もこう近づかずに、自分のなんていうか半径何メートルから一歩も出ずにですね、もちろん世間の流行とかですね、マーケティングとか時勢というものも全く関係なくですね、そこの中に埋没して、そこの中でこう自分のなんていうかな